別々に置いといて一緒に混ぜることもやるじゃん。うん、バターだ。今粘土を砕いているところで、と細かく砕いて干したものをもっと細かな粒子で、それをふるいにかけます。今上から粘土を振りかけてます。でこれを誰が水やる？誰が押してくれます？圧力って。水までしなくていいですか？はい、もうこのくらいでガッツお願いします。はい、OK です。できたらフラッシュ使うのもいいですね。これ、上も切り上げた。いいかな？粉。はい、です。結局ね、この粉をかける人と、こう、あの、汁をかける人と、これを繰り返すことになって、メゴダウンの少しずつ大きくなる。フラッシュ、フラッシュ。フラッシュね。お水ください。このコツが非常に難しいのね。手で覚えるしかないぐらい簡単なようで、はい、です。もう少しずつ大きくなる。これを向こうで、後でミキサーでやるね。多量にやるときには後でミキサーでやる。一番簡単なことのリゴン、はい、物を言わなくて、みんな物を言わなくて、はい、それからその箱をね、できとる団子の不完全なやつを持ってくる、はい、いいです、はい、いいですね。で、ここにね、並べてください。その最初に失敗したのからいいの全部一回目からやりましょうか。いや、一人が一回目やる、二人目がこちらやる、三つ全部やる、四人が、うん、じゃあ、全部にまず水をかけて、水をかける、紙、紙ですか？紙、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 いきますよ、うん、もっとこっちから水、はい、大体来ないですよ、はい、みんなの中で日本に切って、これの後でなくていいですね。いいよ、フランちゃん、日本に切って、うん、お願いします。どれぐらいの、あ、もうちょっと、まだいいです。そこに持ってる次は、はい、で、芝居して、石灰をまぶしてます。そうしたら、あの、芝居の次に一回できて、乾いた粘土団子を霧を拭いて、石灰をまぶしてます。
向こうは水が多すぎたようなね、ちょっと緑の上、はい、土ください水もいいです、土地ください、手の感覚の人だね、やる人がいたらいいや、これは水が多すぎる、クリエットとか、そのぐらい、これもやったらいい、今きついです、何かやりましょうここ、急に立ち上がったりして、上に下がる、悪くなりようですか、世界をまぶしては粘土の粉を塗るし、これはやっぱりね、湿り気となんとかムラになってるのね、こう同じようにここは乾くし、僕は湿りすぎる、ここお水入れ、砂、砂ください、砂、お水が取りかないですね、もうちょっと水、はい、どの辺に砂、ここだけお願いします、はい、どこだけ、こっちですか、はい、半分ぐらい。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 半分こういう団子が3つがこうね、湿りすぎるとこれ3つになってこうなる。で、この小さいというのは、最初の水気が足らないと、いくら水と粉とが交互にいって、しかもハーモニーがうまくいったときに、いくらでも大きくなるし、この初めはこれぐらいから、こういうふうに少しずつ大きくなっていくのね。自然に大きくなっていくのが本当なの。たったやる。これが、小さいのと大きいのができるのは伸びて、ちょっと手でこうやってごらんって、たまに自分でね、これは硬すぎるけれど、ちょっと湿り気を取って、もう一遍湿り気してこうギャルになってね、こうしてみて1センチそれぐらいが普通はだいたいいいのね、で一つの中に種が、これだと一つの中にもみが、種がワンシード、ワンボール、おかしいけど、例えば種まいてこういうのがね、落ちるでしょ、大きいの並べてみてください、こうどうぞ、で次の大きさはこちら、小さいのか、田んぼでも畑でも氷になった場合に種が少なくてそうだね、こういうふうな一粒がこう、こう粗くなるでしょ、こういう真っ赤だ、極端に言うとこれがこれぐらいです、10センチに今、先ほどの種をこれとこれとちょっとこうここへ四角形作ってこうパッと入れて OK、それを部位をそのこれ今エンジンと
ミキサーを固定しています。石灰がここに。
角度でね、ちょっと変わるでしょ。だからこれをね、傾けかけて、これとこれと、だからバランスがね、非常に。もうちょっと横にした方が気楽になっちゃう。それぐらい痛いです。ところまで行かないけれど、やり方がもう本当これ傾けるだけでは何違う。でも穂がこう傾きかけて黄色くなりかけた頃に9月10月にねこの麦まくんですよ。そうすればこういうふうに稲を刈る時に下に麦が出てる、それを刈りながらまく。麦作るのも米作るのも同じ。この草が雑草を抑えてしまう。アフリカ行く時にはエジプトクローバーまく。これとクローバーと両方があるでしょ、これもね。